皆様おはようございます。こんにちは。さとこフィットのさとこと申します。よろしくお願いします。新年一発目というか、もう新年ではございませんが、今年一発目はお久しぶりのトレーニング動画になります。ただの手抜きやんと声が聞こえてきそうですが、ちょっと一つ言わせていただきたいんですけれども、あのですね、ちょっと動画頻度が落ちすぎてしまいまして、あの YouTube の撮り方を忘れてしまいました。なのでこれがウォーミングアップ動画ということで、ちょっとね、まずアフレコで失礼させていただきます。はい、カメラの前でね、何喋ろうって、本当に YouTuber ってすごいなって思いますね。改めて尊敬する。よくまあ自然にあんなベラベラ喋れるよなと思っております。はい、まあそんなことはさておき、この動画で初めましての方もいると思うので、簡単に私の自己紹介でもさせていただきましょう。2度目まして3度目ましての方は、家事仕事しながらでも流し聞きでも31歳トレーナーをやっているトレーニーでございます。趣味は食べること、特技は太ることです。選手とは呼んでいいのか分かりませんが、年に一度筋肉の大会に出ております。なのでですね、このチャンネルでは、はい、大会までの過程だったりと、ダイエットで奮闘する女が痩せねえ痩せねえ泣きながらと言いつつ、時には食べながら明日への一歩を踏み出す勇気を与える、そんなチャンネルとなっております。なので皆様、チャンネル登録よろしくお願いしますと、ベラベラ話しているうちに、はい、2食目じゃ食べ物のことばっかしか考えてないから、もう、はい、2種目目に入りました。今回は胸、あと肩をちょろっとやったトレ動画になります。解説を飛ばしましたが、胸の日はプッシュアップをかなりの高確率で入れています。正直言うと、プッシュアップあんまり好きな種目ではないです。はい、しかも超絶今デブ期なのでなおさらです。はい、ベンチプレスのように、何キロ何回上げられるようになったっていうような喜びがなくて、ずっとスタートラインに立っているような、そんな感覚があります。なので自分の弱い部分を見透かしてくるような、そんな特徴がプッシュアップにはありますので、なので逃げてはいけないなという気持ちにさせてくれます。背中トレーニングでいうチンニングみたいなものだと思っております。普段ベンチはフリーウェイトでやることが多いんですけれども、たまには胸単体に入るスミスやマシンのチェストプレスを使うこともあります。はい、そして3種目目はケーブルクロスオーバーです。で、今回の胸トレはほぼ全部中部狙いですね。たまにインクライン上部をやるぐらいで、下部はもう全くやらないと言っても過言ではないです。自分の骨格的にもう、なんか上部は、まあめっちゃモリッとさせたいみたいな感じでもないですし、あとまあ自分個人的にですね、まあ、全体中部狙いでも結果多少上部に入りましたで、まあ、ちょうどいいかなというふうに実感しています。なのでこの持つ手が向かい合わせる時にですね、まあ、親指が上とか小指上とかではなく、まあ、平行にしていくことで私は中部に入るように感じてます。で、手はくっつけ合わせない、まあ、ここ最大収縮、私の中での、まあ、一番胸に効いてるなという最大収縮です。で、これ以上合わせちゃうと僧帽筋に入っちゃうんですよね。という感じで真面目に語ってしまいましたが、お次は肩をやっていきます。1種目目のね、プッシュアップがだいぶ効いていたので、胸は3種目でこの日は終わりました。まあ、目安にはなるんですけれども、各部位最低10セットやったら、まあ一応やったかなという具合ですね。で、プレス系は全体的に肩のボリュームを上げるため、レイズは前中後部の形を作るためっていう感じで、そんなイメージで取り入れております。私は肩が弱点なので、最近は頻度を増やして胸プラス肩、背中プラス肩、気づいたら肩をやるようにしております。まあ実際のところ、ただ絞ってみないと成長したかというところは正直わかりません。とにかく今はもうやるべきことをやる、ただそれだけだと思っております。皆さん、今年の目標は決めましたでしょうか？私は一つとして YouTube の登録者数を1万人達成することです。で、なのでまだ登録していないけど、たまに覗きに来るよって方はポチッと登録ボタンを押してください。そうすると私のテンションがとっても上がって喜びます。私も少しでも面白い、皆さんの力になれるような動画を作ってまいります。はい、そしてこちらが最後の種目で、サイドレイズをやっております。まあ、レイズ系はですね、まあ、重量というよりも回数を重視で、セット数も結構多めに組んでやっております。今は4キロで扱っていますが、
ここから4キロ、2キロとドロップセット。この一つのセットとして、この時は5、6セットぐらいやったと思います。いつも肩が壊れるまでやれば満足します。だいたいいつもやっている重さが全く上がらなくなったら終わりにしております。私が好きなセットとしては、10分間の中でインターバルを30秒だけにして、これをだいたいやっていくと8セットぐらい。できます。これが私の結構好きな、まあ、やり方というか、こうね、短い時間でギュッとする肩のトレーニングとしては短い時間で追い込むという方が合っております。はい、すごく地味なので、ここからは4倍速で飛ばしていきます。話は戻りますが、今年の目標のもう一つは大会に今年も出ることです。まだいつ出るとかっていうのは言い切りができないんですけれども、今年も一度は大会に出場する予定では今考えております。なので私が変わっていく姿を皆様に見届けていただけると嬉しいです。はい、ということで肩トレはこの辺で終わりになります。トレーニングは終わりました。実はね、言い訳なんだけど、さっきこれやる前にお尻トレーニングちょっとやってて体力がやばいので終わります。帰ってきたよ。プロテインをちょっと飲みたいなと思うんですけども、こちらですね、ソイプロテインなんですけど、 UFIT さんっていう会社が出してる、今回ちょっと提供でいただきました。ありがとうございます。この UFIT さん、マッサージガンとかも出している会社で、あ、プロテインもあるんだと思って、黒糖きなこ味っていうのをね、いただきました。で、めっちゃ美味しくて本当にやばいんですよ。で、私結構周りの人にもこれ飲んでもらって、めっちゃみんな美味しいって言ってるって、もう騙されたと、まあ騙してないんですけど、一回ちょっとぜひみんなも試しに飲んでみてほしいです。ソイプロテインって私全然飲まないんですよ。大きく分けてプロテインってホエイとソイあるんですけど、ソイは植物性で、ホエイが動物性のタンパク質で、吸収が緩やか、アミノ酸スコア的にも補いきれない部分があるので、あえて飲むっていうのはあんまりしてこなかったんですけど、きな粉のスムージーっていう感じで、ソイプロテインときな粉のこう良さをこう相乗効果で出したものがこれなんだなっていう感じ。めちゃくちゃ美味しい。とにかくこれだけだと動物性のタンパク質がないから、卵食べます。ゆで卵をね、私こんな感じで、おお、こんな感じでちょっと大量に作ってるので、群を抜いて今まで出会ったプロテインの中であんまり1位っていうのは覚えてないぐらいなんですけど、マジ群を抜いて美味しい。何がいいかっていうと、まあ人工甘味料を着色料はないです。で、全部国産ですね。で、開けた瞬間マジきな粉なの。伝わって、この匂い、マジできな粉なの。ほらね、で、きな粉なの。これお餅にまとわせて食べたいぐらいだもん。一食 25g あたり 94kcal でタンパク質 17.9 なんで、私は20ちょいぐらい取りたいので、スプーン 2.5 杯分ぐらいをいつもこれ入れてますね。これはね、ご褒美よ、ご褒美。こんな太ってる私がめっちゃ美味しいっていうぐらいだから、減量中に飲んだらもう意識飛んじゃうんじゃないかな。痩せてる人がさ、めっちゃ美味しいって言ってもさ、あんまり信用できなくないですか。ごめん、今の嘘なんですけど、こう泡は立つね、溶けもいいですね。ダマにはならない。いただきます。きな粉を飲んでる感じ。これやばいね。概要欄にですね、 URL とか貼っておきます。クーポンもあると思うのでチェックしてみてください。マジうまい。ということで、今日の動画は以上になります。では皆さん、次回の動画でお会いしましょう。本年もよろしくお願いします。はい。